芋を洗うの芋は何の芋なのか。人手で混雑していることの例えとして、芋を洗うような混雑と言うが、この芋は里芋である。これは、里芋をたくさんおけに入れて、棒でかき混ぜて洗う様子から言われるようになった。 里芋を水を張った桶などに入れて棒を使って洗うのは昔ながらの方法それではなぜ手を使わずに棒で洗うのか里芋には中酸カルシウムというものが多く含まれている里芋を手で洗うとその働きで手がかゆくなってしまう そのため棒を使って洗うのであるアメリカの自己破産理由のうち6割を医療費が占めている盲腸の手術に200万円出産費用に150万円虫歯治療に10万円 救急車を呼ぶと3万円国による手厚い保険制度がないことでアメリカの医療費はとても高額というのは有名な話アメリカでは年間150万件に及ぶ自己破産者がいるようだがその6割が医療費を払えないことによるものである。 しかもそのうち80%の人々は健康保険加入者である。日本は自己破産者数自体が6万件ととても少ない数だが医療費による理由はわずか2割である。コンピューターとは 計算する人間のことである。世界で初めてプログラム可能な計算機を考案したのはコンピュータの父と呼ばれているイギリスのチャールス・バヘッジ。1839年最初の機械式デジタルコンピュータを考案した。その構想には 現在のコンピューター動作に関する多くの原理が盛り込まれており一世紀の時を経てより新しい機械を生み出すこととなるそれこそが1946年2月アメリカのペンシルバニア大学で誕生した今日の情報化社会到来の原動力となった コンピューータエニアックであるその誕生は従来の計算機の歴史を大きく飛躍させただけではなくこれをきっかけにコンピューター技術の発展は一気に加速していくこととなるこうした経緯から現在ではコンピューターというと 複雑な計算を行う機械のことを指しているが、コンピューターという言葉はかつて手書きで計算をする人、つまり計算手のことを指していた。デジタルコンピューターの登場以前、数学者たちは複雑な問題をたくさんの小さな問題に分割し、数人から 数百人単位でチームを構成した計算手たちに、それぞれの計算問題を同時並行しながら解かせていた。特に、18世紀中頃には、天文学上の計算にこの手法を用いることで、数学者たちは、以前なら解けなかった問題を、ごく短期間で解くことに成功したと言われている。 現在様々な計算は機械が自動で行うようになったが大規模な計算の問題を複数の小さな問題に分割するという考え方は最新のスーパーコンピューターにも採用され今も大きな成果を上げ続けている。 使い捨て回路は鉄が錆びる現象を利用して発熱していた。使い捨て回路の中に入っている主な成分は鉄粉で、そこに湿った木粉と塩が入っている。そしてこれらが発熱する仕組みは木が燃えて熱が出るのと同じで、 酸化反応による発熱を利用している。木が燃えるのは、その成分の炭素や水素が空気中の酸素と反応するためで、これを酸化という。使い捨て回路の場合は、炭素や水素の代わりに、主成分である鉄が酸素と反応し、その過程で、 発熱するのである。なので、使い捨て回路の発熱を止めたいときは、再び袋に入れて密封をする。そうすると、新たな酸素の供給が立たれるため、徐々に発熱が収まっていく。包丁で指を切ったら、 なめてはいけないけまずは水道水でよく洗うこと特に肉類を切った包丁は細菌がつきやすいため念入りに洗うことをおすすめする1日に話す平均単語数は女性は 男性の約3倍である。女性はよく話すという印象はあるが数字としてもそういうデータが出ているアメリカメリーランド大学の研究によると男性が1日に発する平均単語数は約7000だったのに対し女性は平均2万語であった そして女性の2万単語のおしゃべりにはストレス解消の効果もあるようで実際女性は6,000語を下回ると脳がストレスを感じるという結果も出ているつまりデータとして明らかにされたのが女性は男性の3倍話す生き物であるということ こうしたことを理解せずに無駄話をやめて言葉を選んで話すように促すこと自体がもしかしたら女性にとってはストレスを感じる環境になっている可能性もある。逆の場合もあり女性と同じようにたくさん発言をするように男性に投げかけることもまた男性にとってはストレスかもしれない。 万有引力を発見したニュートンが発明した意外なものとは庭の木からリンゴが落ちるのを見て万有引力を発見したというニュートンのエピソードはとても有名であるしかしニュートンの真に偉大な部分はリンゴを落下させる地球の引力が 月にまで届いているのだとしたらなぜ月は落ちてこないのかという疑問を抱いた点である。そしてニュートンがその疑問に対して出した結論は月も地球に落ちているのだが後転によって常に前進しているためその速度と地球の引力とがつり合って 同じ軌道を回り続けていることから落ちてこないというものであったつまりりんごが落ちるのも月が落ちてこないのもさらには惑星や彗星の運行に至るまで宇宙にあるすべてのものは万有引力の法則を用いて説明できることを発見したのであるそれこそが ニュートンを偉大な科学者たらしめているる。理由と言えるニュートンは大の猫好きだとも知られているケンブリッジ大学の教授だった頃研究室で2匹の猫を飼っていたが研究に没頭すると食事をとるのも忘れ翌朝になって冷めた食事を猫に与えていた。 というエピソードも残されているそんな猫好きのニュートンが愛する猫のために発明したものがあるそれは小さな扉がバネや磁石で自動的に閉まるキャットフラップである工学の分野でも目覚ましい功績を残したニュートンはよく暗い部屋で実験を行っていた その際、猫の求めに応じてたびたびドアを開けていると余計な光が入って実験の妨げになってしまうことから猫用のドアを発明したのだというキュウリの形と農薬の関係について最近では スーパーの野菜売り場や八百屋の店頭にはまっすぐで形や長さの揃ったきゅうりが並んでいて曲がったものはほとんど見かけなくなった。一方一昔前の自然食ブームの時はまっすぐなきゅうりは不自然でたくさんの農薬を使っているという噂が流れ 曲がったキュウリがもてはやされた時期もあった。中には今でもそのように思っている方がいるかもしれない。さて、ここで注意しなければならないのは曲がっているから有機栽培とは限らないということである。キュウリの形が悪いのは農薬を使っていないからではなく、 実をつける時期に栄養に偏りがあるためであるキュウリがまっすぐかそれとも曲がっているかで有機栽培かどうかの区別はつけられないましてやそのキュウリにどのくらい農薬が使われているのかの目安にさえならない曲がっている形からわかることは そのきゅうりの品質が悪いということくらいである。有機栽培でもきちんと作ればまっすぐなきゅうりになるはずである。そのためお店で売られているきゅうりがまっすぐだからといって何ら心配することはない。むしろ曲がったきゅうりこそ買うのを避けるべきである。 アメリカでテニスをヒントにして生まれたスポーツとは1895年アメリカでテニスをヒントにして生まれたスポーツがあるそれはバレーボールであるバレーボールとは一チーム6人で行われるネット越しにボールを打ち合う球技である日本語や 事件では配給と訳されている。バレーボールはアメリカマサチューセッツで当時25歳のウィリアム・ G ・モーガンによって女性や子供や高齢者も気軽に楽しめる室内スポーツとして考案されたバレーボールはテニスの他バレーボールはテニスのほかにも バドドミントン、ハントハボール、野球などを参考に作られたもので当時のルールは試合に集まった人たちを同じ数の2チームに分けボールを打ち合いボールを落とした方が負けという単純なものであった相手コートにボールを返す回数も決まっていなかった。 1896年、モーガンはこの新ゲームをスプリングフィールドで開催された YMCA 体育指導者会議の際に公開する。当初はこのゲームのことをミントネットと名付けたが、後にバレー、ボールと改め、1952年には現在のように、 バレーボールと一語で表すようになった。バレーボールは各地に点在する YMCA を通じてアメリカ全土に広まっていき1900年にはカナダ1906年にはキューバに紹介された。日本にバレーボールが紹介されたのは1913年のこと。 この頃はまだしっかりとルールが出来上がっていなかったため日本国内で独自にルールが作られていったチームの人数は最初は16人だったが12人に変わり続いて9人となりやがて現在の6人制のバレーボールに近いものが出来上がった。 日本にある国道の総数は459本である最新の国道指定は1993年にあった東京都中央区日本橋を起点とし大阪府北区梅田新道交差点を終点とするのが国道1号線である。 長短あれど日本中には国道が張り巡らされており全部で459本存在する番号としては欠番ばんがあるため459本となっているが1号から507号まであり507号は沖縄県にある。 なんとなく、いくつかの場所で大規模な道路工事を目撃し、新たに幹線道路ができているような気がしていたが、実は国道というのは1993年を最後に新しいものは指定されていない。それまでは約10年ごとに50本程度の国道指定がされていたが、 93年以降は25年間もの間新しい国道というものはできていないビタミンを最初に発見したのは誰かビタミンはエネルギー源や体を作る成分ではないが 他の栄養素がうまく働くために欠かせない機械の潤滑油のような役割を果たしている。また人間が必要とするビタミンの量はとても少ないが体の中でほとんど作ることができないため基本的には食べ物から取らなければならない。ビタミンはラテン語で生命を意味する バイタル、窒素化合物を意味するアミンからの造語である1911年に米ぬかからビタミンを分離することに成功したポーランドの生化学者カシミール・フンクによって命名されたビタミンの名付け親であることからもわかるようにその最初の発見者は フンクとされているしかしフンクの発見から遡ること数ヶ月すでにビタミンの存在を発見していた日本人がいるそれは東京帝国大学の教授で理化学研究所の創設者の一人である鈴木梅太郎博士である 当時の日本では、かっけに悩まされる人が多かったが、鈴木博士は、その原因が、米を精米して白米にするときに捨てられる米ぬかにあると考え、研究を開始。1910年12月に、その中から、高かっけ成分の抽出に成功することと、この新物質を、 米の学名であるオリザサティバにちなんでオリザニンと命名した実はこれこそが後に活気の画期的な治療薬として多くの患者の命を救うことになるビタミン B1 であった鈴木博士の発見は1911年8月には ドイツの学術速報誌に掲載されたが、日本語で発表したため注目されることはなかった。しかしその後、より影響力の強いイギリスの科学誌で、フンクの論文が大々的に発表されたことから、発見者の名誉はフンクのものになってしまった。 ラッコは自分専用の貝いり用の石をポケットにしまっているもしもラッコが貝を割ろうとしたときに石がなかったらどうするのか実は石はその場その場で調達したそこらへんにある石ではなくラッコが常に携帯している自分専用の石なのである ラッコは左脇腹のたるんだ部分をポケット代わりにしていつも石を入れているそして貝を見つけたらここから取り出して使っているラッコはこの石にはなみなみならぬこだわりを持っており一度気に入った一つの石を長い間ずっと使い続ける習性がある。 ときにはお気に入りの石を仲間のラッコに自慢するということもあるというお気に入りの石をなくしたラッコは食事も取れなくなるほど落ち込んでしまうのだとか「熊どり」とは「熊どりは歌舞伎独特の化粧法のことである」。 鳥は初代市川團十郎が坂田のきんぴらを主人公にした人形浄瑠璃坂田のきんぴら武勇伝の台本を舞台用にしたものを上演する際人形からヒントを得て紅と墨で描いたのが始まりと言われているちなみにこの坂田のきんぴらは キンピラごぼうの名前の由来としても知られているクレジットカード発行枚数世界一ユニオンペイは70億枚発行されているクレジット5大ブランドビザ、マスターカード JCB ダイナースクラブアメックス の中で最も多いのがビザの25億枚と言われており、中国の銀聯カードつまりユニオンペイの数の多さは際立っている。しかし、銀聯カードというのは、実はクレジットカードとしてではなく、ほとんどのカードがデビットカードとして発行されている。 中国国内で銀行口座を作るとキャッシュカードが発行されるがそこに自動的に銀聯ブランドがつくつまり銀行口座を持つ中国人がそれぞれの口座の数だけ銀聯カードを持っておりそれが70億枚という発行枚数につながっている実は その銀聯カードのおかげで中国人の爆買いが実現し日本をはじめ世界中が恩恵を受けているなぜなら中国ではクレジットカードに必要な予診審査が発達していないこともありクレジットカードを所有している人が少なくまた現金の持ち出し制限もあるため 海外で自由にお金を使うこと自体が難しい環境なのであるつまり銀聯カードがないと爆買いができないのであるプラスチック誕生の背景にはビリヤードの検証があった。 プラスチックがいつ誕生したのかについてはその考え方によっていくつかの説が存在する中でも有名なエピソードとして知られているのがビリヤードとの関係である19世紀中頃アメリカではビリヤードが大流行していた当時使われていたビリヤードの玉は 造毛を素材としていたが爆発的な人気によって貴重な造毛はすぐに不足するようになってしまうそこでビリヤードの玉を製造していた会社は1万ドルの懸賞金をかけ造毛に代わる素材を募集したちょうどこの頃アメリカの印刷業者ジョン・ハイアットは偶然 ニトロセルロースの小脳を混ぜることでセルロイドを発明するこれを原料にビリヤードの玉を作り懸賞金を得たことからハイアットの発明こそが人類最初のプラスチックだと言われているただしこの説には一つ問題があるセルロイドは 天然のセルロースを原料としていることから厳密には人工的に作り出したプラスチックとは言い難いのであるそこで有力になってくるのが初めて科学的に合成された完全なプラスチックはフェノール樹脂であるという説であるこの樹脂を発明したのはアメリカの科学者レオ・ベークランド ベークランドはフェノールとホルムアルデヒドを原料として人工的に作られたプラスチックにベークライトという商品名を付け1909年に特許を取得以後ベークライトは有用な材料として広く使われプラスチック時代の到来を後押ししたそのため 現在ベイクランドはプラスチックの父と呼ばれその功績が称えられているカウボーイハットの形はどこから来たのかカウボーイハットを考案したのはフィラデルフィアの紳士用服食品賞ジョン・ B ・ステッドソンである 1860年代、なんとか売れる帽子を作りたいと考えていたステッドソンは、中西部で過ごしたバカンスで出会った多くの金持ち牧場経営者たちを思い出した。彼ら、牧場の王者にふさわしい大きな帽子を作りたいと考えたステッドソンは、平原の主と名付けられた天ロ論の カウボーイハットを発案する。この帽子は、たちまちのうちにヒットし、開拓時代の西部を制したもののシンボルとなった。そして、バッファロービルにカスター将軍、シェーンにステッドソン、そして、ジェームズ・ディーンやジョン・ウェインらが、この帽子をかぶり、人気を不動のものとした。 泥棒が刀品を包んで背負っているのはなぜ唐草模様の風呂敷なのかまず風呂敷に用いられている模様は花鳥風月などを題材とする日本独特の吉祥文様が多く唐草模様もこの吉祥文様の一つに分類される正確には 唐草模様は古代エジプトで生まれシルクロードを渡って日本に入ってきた柄であるこの吉祥文様というのは縁起がいいとされる動植物や物品などを描いた図柄のことを言うさてこの唐草模様の風呂敷は明治から昭和にかけて大量生産され 値段が下がることでポピュラーになるのだが当時泥棒は手ぶらで家に侵入しまず最初に盗んだものを持ち運べる大判の風呂敷を探しそれから仕事に取り掛かったそしてこの様子が芝居などで演じられることによって泥棒イコール唐草模様の風呂敷というイメージが定着していった なお、風呂敷の語源は、室町時代末期に、大名が風呂に入る際に広げて、その上に脱いだ服を包んだから、また、足拭きにしたから、などの説がある。しかし、実際はよくわかっていないようだ。風呂敷といえば、実力や、現実に見合わないような、 大それたことをを言う、大風呂敷広げる、という言葉もあるが現代では日常的に着物を着ることはなくなったので風呂敷を使うのはご祝儀などを包む時などに限られる観光客数世界一のフランスは日本の3倍で 9, 万人を超えている日本は観光客数が3,000万人を超え東京オリンピックもあり観光客誘致に躍起になっていたが30年連続で世界一の観光客数を記録したのがフランスであるフランスは地理的優位性からヨーロッパ中から 観光客が訪れやすく、魅力的な食文化や文化遺産、自然遺産、リゾート地などから、欧米で非常に人気のある観光先となっている。2015年のテロ頻発で、一時観光客数に大きな影響が出たが、その後、政府の積極的な PR 戦略のおかげで、イメージが復活し、 2018年には9,000万人を超えたと言われている2024年にはパリ五輪も控えたフランスは2020年には1億人の観光客誘致を目標に掲げていたハンカチの形を決めたのは誰なのか かつてヨーロッパではハンカチといえば贅沢品の代名詞であった。軽くて柔らかな絹にレースや宝石を縫い付けたり金紙の刺繍を施したりして手や汗を拭く実用品というよりはむしろアクセサリーであった。フランスではルイ16世の時代になると長方形や 三角形、丸型など、様々な形のハンカチが流行した。装飾的なロココ趣味の前世紀であり、貴婦人たちは競って華やかなハンカチを手にしていた。ところが、1785年、王妃、マリー・アントワネットが、気まぐれに、ハンカチは正方形がいい。 と夫に進言したことから、ルイ16世は「チンの王国のハンカチは全て正方形とすべし」という直例を出したなぜアントワネットが正方形にこだわったのかははっきりしていない当時はハンカチを落として男性の気を引くという習慣があり無視された場合に 誰のハンカチか露骨にわかると恥をかいてしまうためみな同じような形にさせたなどとも伝えられているが真偽のほどは定かではないご存知の通り現在のハンカチもほとんどすべてが正方形特に取り決めがあるわけでもないのだがアントワネットの時代に定められた正方形が 最も使いやすい形として定着している「二日酔いに迎え酒」は本当に効果があるのか迎え酒の歴史は意外と古く江戸時代から行われていた当時の人々が読んだ川柳の中にも以下のような 「向かい酒頭転々してはのみ」「あはれなる面でぐびりと向かい酒」さてこの向かい酒だが本当に二日酔いに聞くのであろうかまず「酔っ払う」というのは酒が体内に入った時に生成される アセトアルデヒドによって脳の中枢神経が麻痺することである。そして、二日酔いというのは、このアセトアルデヒドが体内で分解しきれず翌朝まで残っている状態である。つまり、迎え酒をすることによって酔いが覚めたように感じるのは気持ち悪い、頭が痛い。 などと感じる神経を単に麻痺させているだけに過ぎない向え酒はいわばその場しのぎに過ぎずそればかりかその時に飲んだ酒でまた体内にアセトアルデヒドが作られてしまうわけでこれはもう自殺行為としか言いようがないさらには二日酔いになったから向え酒 という、このような習慣を続けていると、アルコール中毒になってしまう危険性もある。ちなみに、お手軽な二日酔い対策としては、以下の通りである。特効薬とは言えないが、二日酔いをしたときには、実は、果物を食べるのが効果的である。果物の中には、 タンンンやペクチンなどが含まれており、これらが血中のアルコール濃度を抑えてくれるまた果物に含まれる砂糖やブドウ糖がアセトアルデヒドの分解を促すことが分かっているまた二日酔いになるとアルコールの利尿作用により脱水症状になることが多々ある そしてこれが頭痛の原因になっていることもある二日酔いの時はまずは水分をこまめにとって血中のアセトアルデヒドの濃度を下げ一刻も早く体外に排出するようにすること歩行中に靴ずれをした時の応急処置 まずポケットティッシュを用意するしかし使うのはポリエチレンの袋だけであり中身のティッシュは抜き出すそしてその袋を二つ折りにして靴と靴ずれを起こした幹部に挟み込むこうすると滑りが良くなるため靴と足が擦れることによる痛みを当面抑えることができる これはあくまでも応急処置家に帰ったら傷の手当てを忘れないように日本と同じ左側通行の国の割合は28%である世界ではマイナーである 日本で左側通行が採用された理由は諸説あるが一つはイギリスのルールを採用したという説が有力産業革命の中心地であったイギリスの様々な制度を模倣したといわれる日本であるから交通ルールもそのまま取り入れたと見ると自然と受け入れられるさらに 自動車の登場以前、人や馬車などの時代には、世界は左側通行が主流だったと言われているため、左側通行が当時の常識だったと見ることもできそうである。ところが、世界では右側通行が広がった。これも諸説あるが、その理由の一つと言われているのが、 ナポレオンの存在である。ナポレオンといえば、フランス革命後に皇帝に即位して、フランスを統括した歴史的偉人であるが、実は、彼が活躍した時期は、産業革命とほぼ同時期のことである。そのナポレオンが右側通行を採用したために、フランスの占領国などは、 そのまま右側通行になったと言われさらに世界各国が取り入れたエドウィンの由来は「江戸に勝つ」からエドウィンが来ているのか日本で初めてデニムを輸入し国産ジーンズを作り上げたメーカーが。 エドウィンである「デニムは固くゴワゴワしており洗うと縮む」ジーンズ好きにとっては当たり前のことだが当時の日本人には不評であったそのためエドウィンの創業者はあらかじめデニムを洗って履きやすくするなどの工夫を重ね日本にジーンズを根付かせたのである。 ところでエドウィンという社名について「江戸に勝つ」から「エドプラスウィン」でエドウィンになったとの噂があるしかしその命名の由来はデニムのアナグラムであるアナグラムとは単語の綴りの順番を置き換えて別の単語を作ることで 外国の推理小説などでは暗号を作る場面でよく登場する DENIM の文字を並べ M を逆さにして W にするとエドウィンになるエドウィンなら発音しやすいし「エド」と「ウィン」と日本人に馴染みのある単語も入っているそこで ジーンズのブランド名となり後には社名となったのである月には水が存在するというのは本当なのか月には大気がないというのが常識しかし正確に言えば実はほんの少しだけある。 ただしその成分は地球のものとは全く異なる。地球の大気には窒素、酸素、アルゴン、水素、二酸化炭素などが含まれている。一方月の大気に含まれているのはナトリウム、カリウムといった元素である。一体、 ななぜこののような違いがあるのか。月の大きさは直径において地球の4分の1重力においては6分の1しかないそのため地球の大気に含まれているような軽い元素は早い段階で月の重力を抜け出して宇宙空間に逃げていってしまった。 なので月に大気があるといっても地球の大気よりもずっと薄いものであるそれではどのくらい薄いのか月の大気は地球の大気を1とするとその1系分の1くらいしかない k というのはちの次に来る単位常数で書けば 十の十七乗分の一程度である。月の大気がいかに薄いものであるかがわかるであろう。そして月の大気には一立方センチメートルあたりナトリウム原子が七十個、カリウム原子が十七個しかない。比率で言えばナトリウム原子が八十パーセント。 カリウム原子が20%これはもうほとんど真空といっても良いくらいであるなので月には大気がないといってもあながち間違いではないさてそれでは月に水は存在するのか月の表面には静かな海や豊かな海 と呼ばれるる。ような海があるしかしこの海はもちろん地球にある海のように水をたたえているわけではない月ができて間もない頃に月に大きな隕石が衝突しそのエネルギーで岩石が溶けてマグマとなり凸凹のクレーターを覆い平面を作ったこれが 月の海である。つまりこの「海」というのは一種の比喩表現であるしかし最近になってもしかしたら月には水があるかもしれないと考えられるようになったそれは月の北極と南極の部分であるこれらの場所には 一年中光が当たらず影になっている部分があるそしてそこに氷の形で水が存在するかもしれないというのであるこれがもし本当ならば将来月に人類の基地ができたときにこの水を利用できる可能性がある冷えた体を ポカポカにする裏技そのやり方は、深かかと丁寧に、10回おじぎをする。ただこれだけである。これだけですぐに体がポカポカと暖かくなっていく。しかも、この方法で温まると、30分くらいはポカポカの状態が続く。これは、おじぎをすると、 腰を曲げることによりお腹の周辺を通っている太い動脈が刺激され血流が良くなるからであるこの方法は時間もお金もかからない寒い時にぜひ試してみるとよい日本人30から40代で。 貯蓄ゼロの割合は23%である。SMBC コンシューマーファイナンス株式会社が発表した調査結果によると30から40代の23%が貯蓄額ゼロという驚きの内容であった。1年前の数値17%よりも さらに6%ほど増えているさらに貯蓄の全体平均額も52万円ほど減少しており全体として厳しい懐事情が浮き彫りになった結果であるそうめんと冷や麦の違い うだるような暑さで食欲が湧かない夏でもつるつると口に入る冷たい麺類。中でも家庭で手軽に作れて重宝するのがそうめんと冷麦である。材料はどちらも小麦粉。塩水でこねて麺にするという点でも同じである。違いはズバリ。 太さである。JAS によると、そうめんは太さ0.7から1.2ミリのものを言い、冷麦は太さ1.3から1.7ミリのものを言う。普段は太さのことなど意識しないで食べているが、そうめんの方が細い。ちなみに、 1.7ミリより太いものはうどんである。また、そうめんには油が含まれている。細く細く引き伸ばして作るため、ごくわずかの油をつけて滑らかにして切れにくくしている。ただし、機械を使わない手のべ麺の場合は、太さ1.7ミリまでなら、手のべそうめんと、 ヤムギのどちらを名乗ってもいいそうだ偽写真を簡単に見破るコツ例えばかつてアメリカのロドファー夫人が撮影し世界中で話題になった UFO 写真も実はトリックだったことが見破られている。 ロドファー夫人の撮った写真はいわゆるアダムスキー型の円盤が回転したり変形したりするように見えた。しかしその写真は歪んだ模型をガラスに貼って撮影したものであることが日本の3人の研究者によって明らかにされた。夫人の悪知恵も日本人研究者には通じなかった。 ここまで凝った写真だと素人目にはなかなかわからないが多くの偽 UFO 写真はちょっとしたコツをつかめば簡単に見破ることができるそのコツとはその写真の構図とピントにある偽写真にはどこかしら不自然さがつきまとうもともと偽写真といっても ネガに手を加えるなどの手の込んだものはそう多くない。大抵は窓ガラスに絵を貼ったり UFO の模型を糸で吊るしたり円盤用のものを手で投げて撮影したりしている場合が多い。しかしあなたが実際に UFO を見たとしたら窓越しに写真を撮るであろうか。普通であれば 興奮のあまり窓を開けて窓を乗り出すようにして撮影するであろう。窓ごと写っている UFO 写真はその構図から簡単に偽写真と見破られることが多い。また窓ガラスに貼って写真を撮ると逆光になりがちである。そのためこのようにして撮られた写真は UFO が黒っぽくなるのも特徴さらに天井などから模型を吊るしたり投げたりして撮ったものは UFO か遠くの景色かどちらか一方だけにピントが合っているこれは非常に不自然である UFO の方にピントが合っているものはさらに不自然であるなぜなら 現実問題として遠方を高速で不規則にヒュンヒュンと飛ぶ UFO にピントを合わせるなどということはほとんど不可能だからであるこのような写真は偽物だとすぐに見破られてしまう中には雑誌に掲載されたトリック写真をそうと知らずに真似てすぐに見破られてしまう ドジな UFO マニアもいる星座による足のジンジンするしびれを簡単にとる方法足がしびれたらまず星座の状態から両手をついてかかとを上げつま先立ちをするそして 持ち上げたそのかかとの上にお尻を乗せるそうしたらそのままの姿勢で3歩後ずさりをするするとちゃんと立ち上がれるこれはそもそも足のしびれはふくらはぎが圧迫され血行が悪くなって起こるからでアキレス腱を伸ばすとその筋肉がほぐれ 血液が再び勢いよく流れ始めるからである千円札の平均寿命は1年であるとても短いように感じられるがお釣りなどでやりとりされることの多い千円札は非常に痛みやすくとても短い寿命となっている。 ちなみに五千円札も同じような寿命一方で一万円札はお釣りなどでのやり取りの回数が少ないため45年ほどの寿命になるのだがこれも効果などと比べると非常に短い寿命ではあるパリの地形と 歴史についてパリは2,000年もの間ずっと同じ場所で繁栄し続けた珍しい土地であるしかし建物が密集しすぎて下水の整備が遅れることになった昔はトイレも普及していなかったため排泄物は地面の水に流して処理されていた そのため町は不衛生な状況が続きこれらが蔓延多い時は年に1万8,000人が亡くなり19世紀のパリは都市としての機能を失いつつあったそこで19世紀中頃国の威信をかけてパリ大改造が行われることになったという 当時の県知事だったジョルジュ・オスマンは密集する建物を2万棟も撤去総延長1 7 5キロメートルにわたって道を整備しパリに広い道を作り出したまた道の下には巨大下水道を作り町の衛生面を徹底的に改善さらに オスマンは町の景観にこだわり広くした道に同じデザインの建物を4万棟も建てさせ町並みを美しく整えることに他にもオスマンは美しくなった町を散策できるよう広い歩道を整備広い道を生かしたオープンカフェという新たな文化を生み出した。 ししかしここまではパリ大改造の基盤を作ったに過ぎないパリは中心地が建物で密集しているため駅は少し郊外に作られていたそこでオスマンは町の中心から東西南北に伸びる大きな十字路を作り出し駅と町の中心を 迅速にに行きき来できるように整備すると町は駅から訪れた多くの観光客や馬車でにぎわい花の都と呼ばれることになった世界の人気観光地ランキング2018では世界各地から402の観光地が選出されたランキングでパリが第1位に輝いている。 パリのおすすめスポットはオルセイ美術館やリュクサンブール公園パリの3区から4区にかけて広がっているマレ地区など多くの観光スポットが点在するパリは初めて訪れる人はもちろん世界中を旅する人をも魅了しているちなみにランキングの2位はイギリス・ロンドン 3位はイタリア・ローマ4位はインドネシア・バリ島5位はギリシャ・クレタ日本の最高位は東京の23区18位であった